あの日屋根裏部屋で開いた絵本、金色の杖かざす魔法使い。一気にやっつけちゃおう。私だって、私に任せなさい。さあ、やあ、どうしようかな。道具の効果引き出すよ。それじゃあ、ここにこの国のお姫様がいるって聞いてきたんだけど。ジーノ君、久しぶり。よう、トトリ。そっか、どこかで見たことあると思ったらアトリエなんだな。トトリ先生、お知り合いですか？この人はジーノ君、私の幼なじみだよ。
険者ギルドから派遣されたジーノクナープだ。ペーター兄ちゃんの馬車に乗ってついさっき着いたところでさ、しばらくこの国に厄介になるぜ。ところでどうしたの急に。なんだよ、何も聞いてねえのか。ミミのやつがギルドの仕事とかでこの国に派遣されてるんだろ。軍で仕事してた俺も暇になってよ。ほんでギルドに仕事探しに行ったら、暇してんならあんたも行けばとか言われて、気づいたら俺も派遣されることになっててさ。まあ向こうの魔物はあらかた片付けちまったし、強いやつに会えればいいかと思ってさ。クーデリアさんもジーノ君も相変わらずみたいだね。で、そっちはどうだ。この国に来てからもう結構経つんだろ。なるほどな、お姫様が自分で国おこしか。それにトトリの弟子とはな。ま、細かいことは後で聞くことにするわ。声かけてくれたら護衛でも手伝いでも何でもやるぜ。お、まずは飯が食える場所を教えてくれないか。腹減っちゃってさ、まずはそっちからだ。はい、それじゃあ後で町も案内しますね。お、サンキュー。ってお姫様に道案内してもらうってのもなんか変な感じだな。もともとあんまりお姫様らしくないですし、気にしないでください。そっか、それじゃ遠慮なく。これからよろしくな、メルル。こちらこそよろしくお願いします。これは姫様、どういったご用件でしょうか。これは姫様、新しい開拓の報告があるようですね。お話を聞かせていただけますか。なるほど、確認いたしました。内容をまとめますのでそのままお待ちください。姫様、先ほど拝見しました内容をまとめておきました。今後の活動にお役立てください。了解。
どの、どうもありがとう。どの、ど、したか？護衛をお願いしようかな。よう。どうしよう。いらっしゃ。あれ、この間の子か。そんなところで何してるんだ。ただの散歩だよ。御所さんは特に何もしてねえよ。また馬車に乗るのかと思うとちょっとな。仕事が終わったのはいいけど、アーランドまでの旅路を思うとな。まあしっかり骨休めだけはしないとな。そんなにのんびりしてたらギルドの人に怒られたりしないの？黙っていればわからないさ。それに今の俺に必要なのは息抜きだ。そう、無事にキロに着くためにも。というわけで体をしっかり休めてからアーランドに戻ることにするわ。観光なの？でもこの前で見るところなんてほとんど見ちゃったでしょ。まあそうなんだけどさ。それよか、ちょっと気になることもあってな。俺の勘が正しければ、気になることって、いやいや、こっちの話だ。気にしないでくれ。さあ、それじゃあ行ってくるかな。やっぱりお気楽に見える。あれでお仕事大丈夫なのかな。